ヤワタ地区周辺の空中写真。画像左上型の山が、ヤワタ山。八幡山南登録の街並みが、大見八幡市ヤワタ伝統的建造物群保存地区。1982年撮影の八枚を、合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。八幡は、滋賀県大見八幡市の旧市街地にある、地区名。ヤ幡堀、木。 群れ八幡宮境内地、新町通り、長原町通りを中心とする広さ約13.1ヘクタールの地域が1991年4月30日に種別、昇華町で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。保存地区内の建築物180、工作物93が伝統的建造物として特定されている。 八幡の地名は、日、群八幡宮に由来する。大見八幡市が、市政施行する昭和29年までは、加毛郡八幡町に属していた。川と山に囲まれた地域である。北は、八幡山がそびえ、そのふもとに八幡川が流れる。西には、白鳥川が流れている。重要伝統的建造物群保存地区としての、八幡地区は、 大見八幡市八幡伝統的建造物群保存地区を参照のこと、充電立地区として選定されているのは八幡地区の全体ではない。自治体としての遠隔は八幡町を参照。橋場秀治は安土城主を務めていたが、天正13年豊臣秀吉に命じられ、琵琶湖の東岸に八幡城を八幡山に築城した。八幡は、 その麓の城下町を起源とする。この築城町づくりは、代々的に行われ、秀吉の関心の下に、八幡山の掘削、小宅地の地質改良、上下水道の整備までなされた。この築城の檻に、外堀として、八幡堀が掘られたが、これは、盛んだった、琵琶湖流通につながる運河としても利用された。また、東海道と中仙道と、 北国街道が交差する交通の要衝である大御国の地の利を生かして商業地として発展、繁栄した。天正18年から京国工事に城主が変わった。この頃、地名を八幡山から八幡町に改称となった。文禄4年に秀寺失脚の余波を受けて八幡城は追記から10年足らずで廃城となった。 慶長6年から7年にかけて行われた検知により、553国に、遠方8年には558国に認定され、天領となった。その後、旗本のくつきの立名や尾張藩の領地になったこともあったが、嘉永7年以降は幕末まで幕府の領地であった。尾張藩領だった頃は、税の取り立てが過熱であり、領民の不満は大きかった。 秀次時,時代からの八幡は、八幡堀を利用した古城山、親裏の一つに数えられる港町として栄えた。港の発展に伴って、商業の交流で有名になり、大見商人と称された。鎖国体制が整えられるまでは、阿南屋や、シャム屋など、海外に進出する商家もあった。中期以降の八幡は、株仲間体制の下で発展し、江戸や大阪に店を構え、 流通業や金融業に乗り出す家も出てくるなど、大見商人の名は知れ渡った。近代になり、昭和29年まで、八幡町と呼ばれた。昭和8年3月3日に宇都路村が、昭和26年4月1日に、島村が、八幡町に編入した。昭和29年3月31日、岡山村、桐原村、ま淵村、金田村と合併し、市政施行して、 大見八万市となった。近代以降の大見商人は、八幡から本拠を移転するものが続出した。八幡御五三家とも呼ばれる、西川神五郎、西川松緑、森五郎兵衛が代表的である。五番目上の旧市街を南北に走る、新町通り周辺と、長原町通り、充電立て剪定地区とその周辺には、建築家、ウィリアム・メレル・ボーリズの設計した。 近代建築物も多い。ボーリーズは明治38年に英語教師として八万に赴任、解雇された後も八万に泊まり、実業権伝道団体の大見兄弟社を作り、活動した。実業として建設業とメンソレータム製造、また病院、図書館、学校を整備するなど、地域に多くの利益をもたらした。ありがとうございます。